膝まで覆われたスカートのセーラー服を着て、パワフルなダンスを武器に圧倒的なパフォーマンスで人気を博しているガールズグループの新しい学校のリーダーズ。メンバーの中でもメインボーカルを務める鈴鹿さんは、特に地味な見た目で独特なキャラクターですが、実はとても明るく元気な性格で、時折見せる笑顔が可愛いらしいと人気です。そんな鈴鹿さんですが、実は一部で男性疑惑が浮上しています。まだまだメディア露出が多くはない彼女たちなので、その素顔が気になる方も多いのではないでしょうか。そこで今回は鈴鹿さんのプロフィールや恋愛について、そしてこれまでの経歴などご紹介していきます。新しい学校のリーダーズは2015年に結成し、2017年にビクターエンタテインメントよりメジャーデビューしました。2021年1月には88ライジングより海外名義新しい学校で世界デビューしています。グループのコンセプトは、模範的なやつばかりが評価されるこの時代、くだらない不寛容社会から個性と自由ではみ出していくて踊るセーラー服と気候壁と呼ばれ、青春日本代表を自称しています。またダンスは自ら振り付けしている実力派です。衣装はセーラー服に腕章をして上履きを履いており、同じ服を着ていても個性が出るということを体現したいことから、最年長のミジュが16歳の高校2年生、他3人は13歳の中学2年生であったデビュー当時より一貫して着用しています。実際の結成の経緯は意図的に公表していませんが、インタビューなどであまりに聞かれるため、オールナイトニッポンでパーソナリティを務めた際にリスナーから公募し、スーパーのお惣菜売り場で4人同時に半額のおかずに手を伸ばして知り合ったを結成理由として公式に採用しています。コンセプトに従い色物的な振る舞いが多いですが、キッズダンサーやダンススクールを羊とするメンバーが参加するユニットで、楽曲や歌唱は昭和テイストで、ダンスやステージは現代的にパフォーマンスしています。鈴鹿さんは多くのアーティストを輩出してきたダンススクールキャレスボーカル&ダンススクール京橋校に3姉妹で通っていました。長女桃香さん、次女咲香さんと共に金沢姉妹として知られ、一緒に練習していたようです。当時は同校初のユニットクラッシュビートのメンバーとしても活動しており、幼い頃からアーティストとして多くの経験を積んできました。彼女の安定した歌声とダンスパフォーマンスのベースには当時の勉強や経験があるのでしょう。ちなみに身長は168センチメートルと女性としてはかなり高く、グループの中でも一番の背の高さです。体重は残念ながら非公表ですが、アーティストであり女性であることを考えれば仕方がないでしょう。しかしスレンダーなスタイルを見る限り、体型はキープしている印象で、きっと標準体重かそれ以下ではないでしょうか。実は鈴鹿さんは男ではないかと噂されています。その理由は長身と中性的な顔立ち、そして芯のあるハスキーな歌声にあるようです。しかしもちろんこれは真実ではありません。女性らしい体つきや表情、メンバーと過ごしている時の様子はどれも女の子らしい姿です。そんなギャップも彼女の魅力の一つなのかもしれないですね。最近よく話題に上がるようになった鈴鹿さんですが、彼女をよく知るファンならともかく、最近ファンになった人、興味を持ち始めた人たちの中では、鈴鹿さんは幼少期は子役として活動していたと認識されているようですが、これは間違った情報です。前述したように、鈴鹿さんは子供の頃からアイドルとしてのキャリアをスタートさせており、そのアイドル活動の前後に女優をしていたという事実はどこにもありません。おそらく彼女が幼少期から活動していたという情報から、噂が広まるうちに形が変わり、子役という認識に変わってしまったのでしょう。ただもしかしたら将来は女優にとしての活動もあり得るかもしれませんね。鈴鹿さんは中学2年から新しい学校のリーダーズとして活動を始めました。お菓子メーカーロッテのチューイングガム、フィッツから太陽のソルティシトラス味が新発売された際には CM に出演。デビュー当時は謎のダンスボーカルユニットとして注目を集め、フィッツの CM ソングとしておなじみの「カムとフニャン」を披露しています。では鈴鹿が出演した
NTT ドコモ CM について見ていきたいと思います。同じグループのメンバーみじゅさんと一緒に出演し、メガネを外した鈴鹿さんが登場しています。次に新しい学校のリーダーズの配信シングル曲をご紹介したいと思います。初の CD デビューをした毒花君はいな17はテレビ朝日系列ドラマ女囚セブンの主題歌に採用されています。そして2020年11月24日は88ライジングと契約したことを発表し、2021年1月に88ライジングよりデジタルシングルナイナイナイをリリース、世界デビューを果たしました。そんな新しい学校のリーダーズの結成理由はウィキペディアにも詳しく書かれておらず、本当の結成理由は未だ不明です。何かオーディションのようなものだったのでしょうか。グループのコンセプトは、模範的なやつばかりが評価されるこの時代、くだらない不寛容社会から個性と自由ではみ出していくです。ダンスの振り付けはメンバーで行っているため、ある程度経験があるメンバーで構成されていると思われます。ただネット上ではこのグループのパフォーマンスについて、ダンスはうまいけど歌が下手で気持ち悪いなど否定的な意見もあります。しかし反対に高評価する意見も多いようです。好みの問題かもしれないですし、これまでのアイドルグループとは雰囲気が違うということも一因かもしれません。注目され始めた今はこのような否定的意見は多いかもしれませんが、人気が出てきているのは確かです。今後はもっともっとファンも増えていくでしょう。女性アーティストである以上、どうしても気になるのが恋愛ですよね。2023年現在、鈴鹿が男性と交際しているという情報はありません。しかし2021年には週刊誌に熱愛がスクープされた過去がありました。お相手はイラストレーターのじゅんさんという方で、2022年発売の新しい学校のリーダーズのパイナップルクリプトナイトのジャケット写真、楽曲メガボルトのキュレーションも担当しており、非常に才能あふれる方です。交際期間は2年ほどで、現在は破局しているという情報があります。破局理由については不明ですが、お互い忙しくなる中ですれ違いが生じたのでしょうか。そんな鈴鹿さんは YouTube で好きなタイプについて語っていたことがあります。それによると、好きなタイプは目が魅力的な人なんだそうです。何フェチ？という質問にも目と答えていました。鈴鹿さん自身、パフォーマンスの際に見せる表情、特に目は非常に印象的ですよね。目に対しては並々ならぬ思いがあるのかもしれません。だから男性の目も気になってしまうのでしょう。そしてデートするならどこがいい？という質問には、立ち入り禁止の山と彼女らしいユニークな答えを返していました。鈴鹿さんの個性的なキャラクターは男性からの人気も高いので、今後彼女のファンが彼氏になるなんていう可能性もあるかもしれませんね。いかがでしたでしょうか。 SNS で拡散された大人ブルーをきっかけに大人気グループへと成長した新しい学校のリーダーズ、全米デビューも果たし、今後ますますその活躍が期待されています。鈴鹿さんほかメンバー皆さんのプライベートはまだまだ謎に包まれていますので、注目されること間違いなしですね。人気急上昇中の彼女たちを応援していましょう。